パーシモンハゲ流一般アマチュアゴルファー向け打つパッティング。パッティングのですね、ちょっとリクエストをツイッターの方でいただいたので、ちょっとパッティングのね、解説動画をちょっと撮ろうと思ってます。で、私がパッティングで一番大事にしているのは、ストロークまっすぐ引くとかそういうことではなく、あのカップに対してどのぐらいのスピードで打っていくかっていうイメージのみです。当然出だしはスピード速いですよね。で、それがどの辺から減速していくかっていうイメージが重要になります。なので、どこまでをそのスピードで生かすかっていうイメージで、今こう手でやりましたけど、これがヘッドの動きになるんですよ。例えばこれが真ん中までピャッと生かすよっていう風になると、今一番左のボールはそれでいきます。真ん中この辺までカップに寄せるとかじゃなくて、真ん中までポンとこう速いスピードで生かすとなると、真ん中までこういうイメージになります。で、これが今度どこまでにしようかな。じゃあもうちょっと奥までのスピード落ちないでピャッていくようなイメージで、もう今の真ん中よりさらに1メーター弱ぐらい、こういうことになります。で、必ずすごいね、上戦闘機飛んでるんですよ、ここセントラルゴルフクラブ。どこまでをそのスピードで打つか、当然上りであればカップ庭まで、下りであればそのどこまでっていうのが手前になるわけですよね。で、それが、私イメージがありまして、これですと、まあ、フラットでも芝がちょっと色濃いので、結構強めに打たないとダメなんですよ。ちょうど真ん中のあたりに、まあ、ちょっとこういう扉があって、あの、なんだろ う人間がスッといけばパタッてこう倒れるような扉、その扉を開けてスッといくようなイメージで、これが下りだったら、あの、もうちょっと手前に、あの、モーテルの入り口にあるようなこうヒラヒラしたやつ、あれをスッと触ってスッとくぐってスーッといくようなイメージとかで、もっと強く打ちたいときは、ちょっと途中にドアがあって、それをコーンとノックするぐらいのコーンとイメージでやるんですよ。まあ、その意味、イメージは人それぞれ湧きやすいのでいいんですけれども、パッティングって結局どうやってこれをどうやって動かすかとか、頭を動かさないでとか、もちろんそれも大事なんですけど、この球をどう転がすかっていうのが一番重要になるんですよ。で、この赤いのは、じゃあ、まあ、最初のボールがね、半分まで同じスピードで行くよっていうイメージで、まあ、ちょうどナイスタッチだったんですけど、じゃあ、この赤いのを真剣に、狙うとしたら、まあ、真ん中よりちょっと先、今言ったこの扉が、これからヘッドがある、ここですよってやる位置にあるイメージです。あそこのスズメの片びらのところにこういうドアがあると思って、そこにボールがスッといって、そのドアを開けてヒューっていくっていうような、あれどこだっけ、まあいいや、ちょっとこれはまあ強かったですけど、まあ一応狙ったところは通ったんです。
ただちょっとそのまあまあまあ悪くはないんですけど、はい、そういうイメージでやっております。だからねストロークがどうとかじゃないんですよ。あとはその今言ったような球のスピードを決めるのはこれを動かすスピードになるので、そのスピードを調整しやすい握り方、私の場合だったらクロスハンド、よくねフォロー出せとか言うけどそれも別に関係ないんですよ。私たちがやるようなこういう通常営業のグリーンであればこんなやって擦り上げてたら全然いかないから、ちゃんとパチーンって打ってやんないといかないんで、まあ、そういうイメージが大事ですよっていうことをです。で私パーシモンハゲが一番大事にしているのはそこです。当然これも転がるスピードのイメージ、私の場合ちょっとねせわしなくこうちょこ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 やるのが好きなんですよ。こう引いてポンっていうのだとそのスピードのイメージが出ないんで、あのもう本当五寸釘をトンカチでポンって打ち込むようなイメージでやるんで、私はあんまりこう取ってこうとかこういうのじゃではなく、結局アプローチでいつも言ってるのと一緒で緩むのが嫌なんですよ。だからしっかりとパーンってヒットして打ちたいので、これもこういう風にヒットしたいんですよ。ちゃんと当てたい。で今もショートパッドは今も言いましたけど、このボールにちょうどこれだとこの線があるじゃないですか。この線が五寸釘だと思ってこの五寸釘をここにズブッとこのこういうふうにズブッとここまでこっち側に釘のこっちが釘の平らな叩く方でこっちにこうピュッと出るようにスッとこう打つイメージでやってます。それとあとはスピードのイメージで、こういうふうにしっかりヒットしないと私たちが回るような、コース、まあ特に速いグリーンとかはまた別ですけど、でもそれもイメージ変えるだけですから、こういうふうにしっかりヒットできるかどうかが、重要になります。でやっぱりねパッと苦手な人を見てるとインパクトがちゃんとヒットできないんですよ。こう擦り上げたりなんか押すような動きで打ったりとかね、全然打てない人の方がやっぱ苦手な人多いんで、見ててまずそのねしっかり打つで、これがねパンチが入る、それってパンチが入ってるんじゃないんですかってすごく嫌がる人がいるんだけど、パンチ入っていいんですよ。むしろ逆に言ったらこういう9フィートだとか10フィートぐらいのグリーンであればある程度パチッて打たないと芝に負けちゃう。こうやって片びら混ざってるようなグリーンだったらね、でカップ周りだってもう大勢の人がそこ踏むわけですよ。そしたらある程度パーンと打ててないともうよれちゃって全然入んない、ガタガタしちゃってさっていかないとスッと。なのでそのそういう転がりを出せるようなここのストロー当て方、あとはそのボールのスピードのイメージですね。そのボールのスピードに合わせてクラブヘッドを動かすんで、あんまりねフォロー出すとかじゃなくて、ここでねもうここでポーンとこう当ててこうしっかり弾く、こういう練習をした方がパッドは良くなりますよ。転がり良くなるから。これがもうストロークですよなんて言ってこういうようなやり方してたんでは、こういうやり方で合ってる人はいいんだけど、こういうやり方で全然ダメだっていう人はちょっとね私の今ご説明した解説したのを参考に、試してみてください。まあ本当ね
あの自分の感覚が出しやすいのはどういうことか、どういう打ち方かっていうところなんで、あんまりこうストロークだとかなんだとかじゃなくて、そういうそっちよりも、こっちの考え方ですね、そっちに目を向ければ良くなると思います。ぜひ試してみてください。またご質問等ありましたら、あのコメントの方でいただければお答えしますので、お気軽にコメント欄にご質問ありましたら書き込みしてください。最後までご視聴ありがとうございました。パーシモンハゲでした。空を風は歌ってゆくさ、今だけの